バイラさんの中で着回し連載をやらせていただくんですけれども、私の大好きな、そしてお世話になっている芸人さんと一緒にこう日常を楽しくワクワク愉快にできたらいいなみたいな連載になっております。今回は記念すべき初回なんですけれども、チョコレートプラネットさんに出演していただきます。嬉しい。変な感じ、なんか一応私のホームに来てくれたの初めてぐらいだから、みんながおそらさん注目しちゃった。もう始まってる。大丈夫大丈夫。おはようございます。多分今一番ご一緒する機会が多くて、何年も一緒にお仕事させていただいていて、もうなんか家族みたいな、私にとってこうお兄ちゃんのようなお二人なので、初回にはぜひチョコプラさんにと思ってお声掛けさせていただきました。モデルだったの。たまになんかちゃんとモデルなんだ。そういうちゃんとモデルしてんだね。真面目にやってんだ。お洋服も選んだんです。しおりちゃんは何が似合うかなって言ってスタイリングして、だから自信作です。でこういうのありません。ゴールドのネックないない。あ、ないんだ。普段着ないような感じってことね。私が好きな感じです。あ、なるほどね、はい、でもあのここが心配だから20ぐらいに用意してます。ここが心配だから、入るかな入んないかな。いや、でも案外ウエストはそこまで、そんななんかすごい心配しちゃって、スタイリストさんってクソレバ扱いじゃん。ひどいよ。バイラっていうおしゃれな雑誌の、うん、しおりちゃんが説明するの。あ、そうです。あ、そうなの。私が考えたんです。あ、そうなの。着回し企画なんですけど。あ、そういうことなの。はい。設定は、うん、3人兄弟なんですね、うん、で、私が 三女で、お兄ちゃん2人、うんうん、で、翔平兄ちゃんは、うんうん、寡黙で面倒見のいいお兄ちゃんです、うん、弟の俊とカフェを経営して、うん、すごい妄想。2人でカフェを経営しながら、私はこう外で営業回りをしたりとか、うん、主軸となるのは、うん、あのシュンが恋をするんですね、うん、常連のお客さんに、はいはいはい、でその恋を私たちは応援するみたいな、なるほどね、ことがちょこちょこ書かれています。わかりました。うん。おい、どう考えたって俺モテねえ弟じゃねえかよ。違う違う、大丈夫です。幸せ、ちゃんと幸せなんだ俺。うまくいくようにっていうので終わってるんですけど。あとはご想像にお任せしますね。そうそうそう、ちょっと聞いてました。全部聞いて、全部聞いてる。兄弟設定で、シュンの恋の応援を私たちがするっていう。二人でカフェやってるでしょ。そう、二人でコーヒー屋さん外回りやってる。そう、営業とか、いや、このカフェをこうどう広めるかみたいな。外回り営業してる。カフェの、あんま聞いたことないけど。なんか、あの、フランチャイズ、フランチャイズしていく。あ、絶対嫌ですよ。それはもう3人でやりたいんですけど。なんと外回りじゃん。宣伝と、あの、いろんな媒体とかに。なるほどね。いろいろ話題のカフェみたいなのを中心するためによろしくお願いします、はい、なのでおしゃれな服に着替えてきてください。あ、これじゃダメなんだ。スタイリングも、あ、そう、あの海の家じゃねえ。すごくいいですね。いや、そう、はい、あの煮干しの煮干しの削りかすの味どこにこれ昨日作ったの。え、昨日、はい、そう。え、なんでこんなにもちもちで。すごいでしょ。そう、一日持つ焼き鳥。やめ、やだ。すごい美味しいよ。めちゃめちゃ、一回ね、ごま油で浸す。めちゃめちゃ。え、炒める前。え、だ、一日ごま油で浸す。そう、それをガーッと絞って、なるほど。そう、やると一日持つ。兄ちゃんが絞ってんの。そう、そうそうそう。あ、そうなんだ。うん、確かに。こびりついて。一回ね、ちょっと前だ。あー、すげー。すごい。すごい、ありがとうございます。ね、あ、兄弟感出てる。バンダナは、ね、でも何がいいかな。
バンダナ、バグナ、これ、これ合ってんのこれ、ね、こんな、うん、こんな瞬足みたいな、懐かしい、瞬足、そう瞬の瞬の瞬だからさ、俺の瞬足ないのか、瞬足ないのかな、ないよ、瞬足ないの、ないだ、え、インとか。いや、インし、インっすよ。インインしました、確かに。持ってるこのイン。このインを間違ってるのもうちょっと綺麗にインさせないと。あ、かわいい。かわいいって。トムさん、ちょっと、笑いすぎて。あ、ごめんなさい。そうだ、ちょっと、見なくなって。すごい、家族感ある。いい。いい、めっちゃいい。あ、でもすごい兄弟上手です、演技がさすがです。このやられてるやられてるから、まさにやるのマジでやられてる。かわいい、かわいいですね、本当にモデルさんです。いやいや、また呼んでほしいな。思ってるからありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ファッションっていう感じはない感じよね。全く、本当に有吉の壁でいつも終わった後、ちょっと写真いいですかって言われて撮るじゃん。一緒に撮ってもらいます。あれの延長ぐらいの。嘘。ぐらいのノリで。そうなんだ。私、バリバリファッションの気持ちで。あ、そうなの。いやいや、確かに。だから、ちゃんがちゃんと選んでくれたってことでしょ、このコーディネートも。どうでした今日の。いや確かにこう今普段はやらないようなこう格好なんですけど、はい、いや、いいなと思います。そうですよ。でもスラスラコーディネートが浮かんでくるんですよ。だから着ないけど、うん、着そうだし、あ、うん、そうなんです、違和感のない服をやっぱさすがちょっとスタイリストとしてやっといたい。いつでも行きます。昼なんですから。嬉しい。また来てくださいますか。また、はい、まだ何の緊張もしなかった。いや、よかった。まあまあ、今日兄弟ですよ。そうなんです。次はなんか、なんかの設定がいいんですか。しおり翔平師匠の SSS。かわいい。戦隊物とかやるんですか。できるの紙面です。戦隊物の。トリプル S のカフェで。あ、そうしましょうか。他に設定はあったの、なんか候補みたいな。いや、でも私はもうチョコプラさんとは絶対に兄弟役がやりたいと思って、最初海の家って提案したんですけど、ちょっと季節が悪いって言ってカフェになったんですけど、そうだよ、結構おしゃれカフェの店員さんになって、あそこもいけるよ ね、 そうね、ゲレンデとかね、あ、素敵、ね、じゃあカレーを作る、カツカレーね、はいはい、カツカレーとか、カツカレーとかラーメンタンとか、俺だけラーメンタンとか、いや、いいね、夢が増えいや、夢、1年に1回どっかでやってよ。嬉しい。じゃあまた来てください、ぜひ。はい、ぜひ。すいません、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう本当にとっても楽しかったです。私もバイラに入ってまだ少ししか経っていなくて毎回緊張してるんですけれども、今日はお兄ちゃんたちがいてくれたのですごく安心しながら撮影ができました。仕上がりがもう本当にめちゃくちゃ楽しみです。バイラ12月号ぜひ見てください。楽しいよー。